ちらへ。冒険者協会に加わってからしばらく経ちましたが、冒険者としての活動は順調ですか？そうですね。自身の実力はもちろんのこと、頼もしい仲間も冒険者の活動には必要不可欠ですものね。仲間が増えれば冒険もそれだけ有利に進むことでしょう。しかし、そうだな、オイラほどた…ですが、実は耳寄りな情報があります。記録を見てみますので少々お待ち…黄色の髪…ちょっと待てよ、その異邦人の顔…え、栄誉騎士さんにですか？だいぶ違っていましたよ、背の…おいおい、ガイアと何の関係があるんだ？その人物とガイアさんの関係はわかりませんが、教会の誘い、もし興味がありましたら探してみてはいかがでしょう。何せ教会には、それにあの方がもし相当の実力者でしたら、間違いなくあなたの冒険の手助けになることでしょう。自信を持ってください。あなたはセピロス、あなたが今まで成してきた偉業は多くの吟遊詩人に歌われています。そうですね、城門を守る騎士ですので、そっ、幸運を祈ります。冒険者さん、栄誉騎士、何か用かな？マスクをつけていて服装が珍しい。最初モンド城の外をうろうろしてたんだ。見た目が怪しい。でもすぐに見失ってしまってね。見た目が怪しいだけの人物に。でも神団長なら確かに。でもこんなことで神団、そうだ、その人物がワーグナーの鍛冶屋にいたのを見た人がいる。何を話してたかまでワーグナーに聞いてみたら。なんだ、何か用か？確か鍛造に使う材料を買うために何日か前にここへ来たな。だがあいつが言った材料は俺の知らないものば。店にある剣を少し見た後すぐに行っちまった。あいつの行方が知りたいならそこ。エンジェルズシェア、よし、とりあえず。ブドウジュースとアップルサイダー、どっちがいい？チャールズ、マスクをつ…ああ、その人物なら知ってるぞ。しかも、注文した…詳しいことは知らないが、酒…じゃあ、ディル…そのお酒から…さすがディルク…あの方に用があるのなら、ここで待つといい。一階は客も多くてうるさいだろう。
いらっしゃいませ。予約していたお酒はもう準備してありますよ。本当に来たな。早く下に行こう。完全に無視してる。旅人旅の目的は。悪くない理由だ。向かいに座るがいい。これって成功したのか？その小さいのは。おい、全然違う。誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。何か用か？